こんにちは、コミーです。すごく久しぶりになりましたが、このメディアス靴下の動画撮ります。これはノーカットで、編んでるところを全部動画にして再生リストで続けて見れるみたいなのにしようという計画で撮り続けているんですけど、まあ、分割でね、一回その5時間動画、片方編むのに5時間動画っていうのを出しましたけど、まああれは、1本にしてるんですけど、これは分割で、まあ再生リストで後でまとめるよみたいな計画です。で、しばらく空いてました。すごい久しぶりです。で、今、靴下熱が再燃的な感じではあるんだけれど、今、ミニバーバリで編むのにちょっと夢中になっている感じで、でだけどこの存在も覚えてて、ああ全然編んでないなーって思いながら、今日はなんとなくこれにしました。ちょっと前回ともしかするとアングルとか変わってたりするかな。ちょっとね、机の位置変えたりとか、大して大きく変えてないけど、机の上とかちょっと変えたりとかしたので、前回と差があるかもしれません。メディアスね、グロッサ七色ケイトさんのやつかな。それすらも忘れてるって。ちょっと前からこの針先で編むみたいな練習もちょっとしてるんですよね。で、動画とかだとそのカメラがどう映ってるかみたいなのを確認したりみたいなので、こう目を離す、この針先から目を離すってこともあるから、あんまりこう針先で編むと怖くて目を落としちゃいそうで、あんまりやれないんだけど、早く編むのにちょっとそれも練習してみてる感じでね。それの練習にミニババリもすごくいい感じです。ミニババリはどっちにしろ針先で編むようになってるしね、針が短いので。針先が丸いんだな、これ。ちょっと久しぶりだ、この針が。あんまり丸くても関係ないけどね、メディアスだったら。かかとも割ってるし。ちょっとお腹が鳴りそうで今。なんかちょっときつい気がするんだけどな。気のせいかな。針に刺さってる目が。時間空いちゃったからね、手加減が変わっている可能性がある。そういうのもね考えると、やっぱり編みかけを
たくさん持ってちゃいかんのだろうと思ったりはするんだけど、まあそう言ってるとね、飽きちゃった時、まあ完全に飽きちゃったらほどくしかないんだけど、ちょっとだけ寄り道するとまた編みやすくなる、気持ちが戻ってくるとかもあるから、やっぱりいくつか編みかけは持っていたいところはあるんですけどね、まあまあそれは別に勝手にしてくれって感じですよね。ですね、何の話しようかな。この机の位置変えて、パソコンはもうすぐそこにあるんだけど、これ前の撮った時はこっちにあったと思うんだよな。まあまあそんな感じでちょっと変えてるんです。で、これパソコン関係ない、なんでかな、なんかここを変えたら、変えたらって位置的にはもうほんとちょっとした変化なんですけどね、なんかね、ここにいる時間がすごく長くなりました。で、まあ編んでるからっていうのもあるかもしれないんだけど、で、最近その編んでる最中は、まあ大体アニメがついてるんですよね。プライムかネットフリックスか。で、まあパソコンで見てる時もついてる時もあります。で、スマホの時もあるんだけど、スマホの時とかはここに充電コードがあるから、充電しながらでも見れる。あんまり良くないみたいですけどね。スマホ自体にはその充電しながら見るとかって、だからここが一番整ってる、じゃあ整ってるんですよね。だからここにいる時間が結構長いですけど、パソコンもすぐに使えると、なんか調べ物したい時とかに便利。まあスマホでも調べられるんだけど、画面が大きい方が見やすいとかもあるんですよね、目の事情がね。だからここにいる時間が長いんだけどね、何言おうとしたんだろう。なんか違う話しようと思ったのにな、その話から忘れてしまった。見ててみたいな話をしようと思ったんだけど、いや違う、何を忘れたな。そう、同じ話してもいけないじゃないですか。最近撮った動画と同じような話してもいけないから、そう、何の話しようかなって考えてはいない。これ撮る前に考えちゃいないけど、まあなんか話できるでしょうみたいな感じで始めちゃったんだよな。どうしよっかな。ちょっとお腹が空いてて言い訳になってるけど、頭が働いてないか、これもすごいよくわかるわ。お腹が空いている。ちょっと飲み物行きます。先に今日の蓋付きマグカップ、はい、紅茶なんですけど、フレバーティー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 。ちょっとお腹が温まったら変わった。まだあったかい。入れて少し時間が経ってから今撮影してるので。熱々ではないけど、まだあったかくて、今飲んだものがお腹に入って、お腹の中があったかいと感じる。いい温度です。
そうだな。レース編みを編んだんですよ。アメブロとかにアップしてるんだけど、まあ、アップするってその作品を見てほしくてっていうほどでもないんですけどね。あのレース編みの本を去年かな買って悩んで悩んでどうしようって買って、で買った後大して編んでないんですよね、その本から。でもレース編みはまた絶対やりたい時来るからっていうのは分かってて、でまあいいやと思ってたんだけど、なんかレース編み、まああったかい日があったからなんですかね、レース編みと思っていたんだけど、やっと本を開けて、なんか忘れちゃってるんですね、ちょいちょい。ここにいればすぐそこにあるから開けるんだけど、忘れちゃって、ここに来るとやっぱ靴下編んじゃうとかで忘れちゃうんだけど、さっき開いて、で、さっきってだいぶ前か開いて、ここの中で編みたいのはどれだろうって、まあ編む編まないはちょっと置いといて、編みたいのはどれだろうってページめくって、で気になったやつを編もうとして、でそれがたまたま段染めで編まれてるやつだったんですね。で私あんまり段染めのレース糸は持ってないんですよ。レース糸は単色ばっかり、大体が単色で、そんな中で段染めのレース糸がちょっと残ってるのがあって、いやーこれ一玉分の残り具合では足りない感じで、でも2種類あったんです、段染めの残ってるやつが。で全然色の濃さとかが違うんだけど、まあ、これ両方使って1個できたらラッキーみたいな。その編み上がったものを飾りたいとかなんかしたいとかじゃないから、とりあえず編みたいだから、その半端に残ってる糸が編み終わったらそれはそれで気持ちいいしラッキーと思って編み始めたら、本当に両方使い終わって、ちょびっと足んなくて色が似てる単色最後に使って一個完成みたいなのができて、まあよかった気持ちよかった。でそうなったら、次はその残り糸消費じゃなく、ちゃんとちゃんと一色で編むやつ編みたいなーって思っている感じです。まだどれを編むとかどの糸で編むとかは決めてないけど、うん、という、モチーフ的な小さいものも楽しいけど、なんか大きいやつも編みたいみたいな時もあって、無理だと思うけど無理だと思うけど、なんかこう小さい細かいものを大きく育てるみたいなのもやりたいなーって思うこともあるんです。で私大物はまだやったことないな。なんか私の中ではちょっと大きいの、私の中ではね、っていうのでちょっとやったのあったけど、でも世間一般で言う大きいじゃないから、大きいとかちょっと言っては申し訳ないぐらいな大きさだけどね。私が持ってる本はモチーフのだからそこまで大きいのはないんだけど、なんかこれレース糸で編んだのみたいな大きな作品ってありますよね。なんかそういうのもなんか編んでみたいモードの時があって、いやでも絶対編みきれないから、一回では何年かかけて編むものとして編み始めるっていう体で編み始めないと編み終わらないんだけど、その何年ものを編み始めるのであれば、なんかその趣味が変わってしまうと
ダメじゃないですか。今これがいいけど、このこれをずっと編みたいと思えるかなっていうのが不安で、あんまりないんですよね。絶対これが好きとか、これはずっと好きとか、なんかあんまりなくて、針でいうとリュッケが一番っていうのは、だからすごく私にとってレアなんです。他の一番もあるけど、リュッケの一番はもう不動ですみたいなのってすごい私にはレアで、それぐらいあんまりこうな、物への執着がないのかもな。だからレース編みも今はこれが編みたいと思って編み始めるけど、時間が経ったら来年とか再来年とかなった時に、わあなんでこれ選んじゃったんだろうってなりそうで不安そうなったらそこでやめればいいんだよね今言ってと思った。お腹も鳴ったし、なんかね、やっぱ途中でやめちゃいけないっていうのがあるんだろうな。でせっかくそこまで編んだなら、それで編みなよって思っちゃうのもあるから、なるべく飽きないでって思ってるけど、飽きたらもうだって編み進められないもんね。そうなったらそこでやめればいいんだよねというわけで、レース編みもやるとは思うけど、本のやつだから動画では出せないですね。これを編んだよーっていうご紹介はできるけど、それを編みながら動画を撮ることはできないから、今ねちょっとアイロン台に刺しちゃったんだけど、ピン止め、ピン打ちしてアイロンかけてみたんですよ。それさっき編んだやつで、やっぱりレース編みって編み上がった状態ではやっぱちょっと本に出ている完成の図とはちょっと違うんですよね。ピリッとしてないっていうのかな。形を整えると、あこうなるのかっていう感じだから、ちょっとそれもやってみようと思って、糊とかはつけてないんだけど、ピンで留めて、スチームかけて、今ちょっと置いといてあるので、ちょっと動画の中でそれの後のところをご紹介するかもしれないけど、今はまだ乾いてないと思うので、もうちょっと待ってようと思ってます。だからいつかの動画でね、これ編みましたってやれたらいいなと思ってますけど、でダイソーでよく売ってるのが20番、40番も売ってるけど、まあいろんな種類が、いろんな色が売ってるのが20番っていう太さで、それだとレース針0号とか、0号が一番太いやつですね、レース針だと。でそんなんで編めるので、太め編みやすいっていうのがあるんだけど、小さいの編もうとすると、私はね40番っていうちょっと細いやつとかで、細い針で編みたいなみたいな気分なんですだから本当に、あえ編めるの、最後までできるのって思っちゃうけど、なんかそんなのがあって、40番ででもカラフルじゃなくてもよくって、白とかアイボリーとか、なんかそういうのの40番も確か買ってあるんだよね。ちょっと大巻きのやつ、100均とかじゃなくて、だからその大物を編みたくなるモードっていうのは今までもあって、材料は買ってあってみたいな。で針がね、チューリップのレース針がいいですよって教えてもらって、アミュレのでだいぶ揃えてはあったんだけど、
そうなの？って言って買ってみたら良かったんですよ。チューリップエティモっていうのか。で、本当だーって思って、今0号と2号しか持ってないのね。だからレース、その時ちょっとその試し編みしたんだけど、またレース編みをこうやりたくなった時に違う号数も買い足そうと思ってて、まだ買ってないんですよ。だから40番で編むんだったら、まあ2号でもいいかもしれないけど、多分もうちょっと細くてもいいんだよね、針が。そしたらそのエティモチューリップのレース針も買ってって思ってる。針派なんで道具が大事。かぎ針は私、チューリップはそんなに手に合ってないですよ。使いにくいとかじゃないけど、だから買い揃えようとは思ってないんだけど、レース針はね良かったです。ねえ、だから決めつけちゃってたから、エティモはそんなに合わないと思ってたから、いや良かったと思って買ってみて。だからやっぱ本当に針は触ってみないと分かんない、編んでみないと分かんないんだなっていうのもまた実感しました。無駄になっちゃうってね、触って使わなかったらもったいないって思うけど、でも触ってみないと分かんないから、すごく今までにないくらい自分の手に合うかもしれないじゃんって思うとやっぱ一本買ってみようって思いますもんね。そんなんでババリも新しいの見て、で何でもかんでも買うわけじゃないです。もちろん見てそそられなければ買わないです。でなんか、これ良さそうとか気になるって思ったら買います。大体が、まあ、靴下編みで使うものならってことかな。他の太いのとかはそんなにこう必要と感じてないから買わないけど、靴下編みの輪針だったらってことですかね。そうだからエティモのレース針が良かった。そしてレース糸、ちょっとレース糸もだから何あるかちょっと見てみよう。だからその40番とか買った時、60番とか80番とかも確かありますよね、手芸屋さんとかで見ると。でそういうの見た時にもう、うわーってちょっと編んでみたいなーって思う。で私親の糸とかも持ってたりとかするんですよ。でそうなると針がもうとんでもなく細い十何番とかお腹鳴りまくり、十何号っていう細いのはグリップがついてないやつは私買って持ってるんですよね。手縫い糸とかなんか編んでみた時があって、でもし大物編むんだったら、あ、グリップついてた方がいいもんね。エティモのレース針は何号まであるのかって感じだな、細いやつ。今すぐは買わないと思いますけど、なんか細いやつを編みたい衝動ね。であと糊付けもやってみたいんですよね。レース編みやって形整えるやつで、それも100均のジョイントマットか、あれもやってみようと思ってて、まだやってみてないから。そう、レース編みするならそれもセットでいろいろやってみたいことはある。このチャンネル立ち上げてすぐの頃にレース編みを初めて的な感じでやってハマったんですよね。図書館で本借りて、でそれは太い糸で編むなんちゃらかんちゃらみたいな本だったと思うんだけど、細い針とか細い糸とかじゃなかったんですよ。でも編むってことを楽しめたから、まあ太いのでやってよかったなと思ってるんだけど、まあ、それを
そう、細いので編む。なんかそれこそ靴下編みじゃないけど、なんかベテランさんが編むものみたいな先入観はあるんです。レース編み、なんでレース編みっていうんだろうって思ってたんですよ。かぎ針じゃないですか、かぎ編みじゃないですか。でもなんかレース編みって別格なんだなって思って、それってなんかもう超絶細いやつみたいな思い込みです、私のイメージで。それって見えないでしょ目の事情とかで細い糸だと。でもそれが編めちゃうってことはやっぱり編み物のプロなんだみたいなもう見えなくてもなんとなくで編める人たちなんだみたいな、そんな感じかな。だからそんなイメージを持ってたりするんだけど、まあそりゃそう、そんなことは関係ないっていうのは分かってきました。靴下もそうよね。あのソックヤン自体がそもそも細いですよね。だからあの靴下編む前の時は並太とかそんな太さがなんか系統っていう感じだったから、その中でソックヤンっていうのが細い、だから細かい、だからそういうのはベテランの人が編むものみたいな、そういう図があるんですよね。だからレース編みもね、うん、もうちょっと若い時、目が平気な時にはまれてたらもっと編めたのになーって思ったんです、レース編みやってみた時に。まあでもね、過去に戻るわけにもいかないし、若い時にレース編みしたいと思ったかどうかって考えると、いやー、やろうとは思わなかったなって思うから、まあしょうがないしょうがない。で、今だって編めなくはないもんね。そうだから細いのも、うん、やってみるつもりでいますよ。うん、という感じです。今日30分ぐらい、10段ぐらいは編めたかな。何段編むか決めてないんだけど、なんかね、ちょっと短い、そんなショートじゃないです。私なんか中途半端な長さが好きで、スクールソックスみたいな、3、2、1。でもそうすると編むのも長いじゃないですか。早く仕上げたいんだったら短くした方が早く終わる。で、短いのは短いのでいいんだなーって履く場合にって思って、ここのところをちょっと短めでもいいやって思って編んでたんだけど、やっぱりこの間ね、何見たのかな、本かな、 SNS かな、見た時にやっぱそのなんか中途半端な長さっていうの、スクールソックスみたいな、スクールソックスよりもうちょい長いみたいな、なんかまっすぐ履くと落ちてきちゃうみたいな、なんか説明の仕方わかりますかその中途半端な長さの画像を見た時に、あ、やっぱ私この長さ好きだわって思ったから、これはちょっと長いかもしれないけど、まあわかんないな、またこの後編むときに気が変わってるかもしれないけど、とりあえず今10段超えてるところですね。わかんない、だから長さはわかんないけど、でゴム編みは色変えてか、すごい久しぶりだけど、これはやっぱ緑ということで目にいいかもしれない私の思い込みですけど、今14段って感じで、はい、これは、このまま引き続き、編み続けまして、ノーカットで動画にしていく予定の靴下、今日は足首編みました。終わります。
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画が良かったらグッドボタン、高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお願いいたします。こちらまだ途中ですけれども、再生リスト、メディアス、靴下編みだったかな、でまとめようと思っていますので、はい、よかったらそちらで、ずっとずっと長い動画にして見ていただいても大丈夫かと思います。バイバイ。